確認をしております。心から感謝を申し上げます。皆さんまた頑張ってまいりましょう。それでは私たち市民のそして県民の辺野古新基地建設反対の勇気とその象徴となっております。稲見で住む名古屋市長ご紹介申し上げます。昨日南米の方で100周年60周年から帰国をしたばかりでございます。力強いご挨拶を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。はいさいいくすうよあちさいびんしがしばらなやさい。皆さん、私たちがなぜこのようなことをしなければならないんでしょうか。これも事の始まりは去年の12月27日、県知事が埋め立ての承認をし、いい正月が迎えられると。これが事の始まりなんです。私たちが県民がこれほど大きな声を出し、41市町村の首長、県議会、議会議長全部揃って県白書を総理大臣に直接届けたにもかかわらず、私たちの思いは全く無視され、結局はこの前の新聞紙上でありました。この辺野古の海の周囲に海上保安庁の船がボートがびっしり浮いてるんです。これは79年前Self-Defense Forces ships surrounding 69年前辺野古 Sea 戦争開始とともに沖縄を占領するために沖縄中を軍艦が取り囲んだその写真が That photo. あの2、3日前の新聞に出ている光景と全く同じ。平時であんなことが起こるまれているということ自体、この国はどこに向かっているんだろう。その視線はどこに向いているんだろう。そういうふうに思わざるを得ません。私たちは絶対に諦めることなく、沖縄が69年間も粘り頑張ってきたうちなんちゅの心、We have been fighting. うちなんちゅのアイデンティティを今こそ見せる大事な時だというふうに思っております。私は約2週間南米に行ってまいりました。県出身の皆さん方とお会いをいたしましたけれども、私はそこでもあの写真、琉球新報やタイムスの写真を見せて、今皆さんのふるさとはこんなにも大変な状況に追い込まれているんですよということをお伝えをいたし、そして移民をしたうちなんちの皆さんからは絶対に守ってくれ、頑張
頑張ってほしい。Emigrants, 地球の裏側からも声援を送っています。こういう声がたくさん寄せられました。Gave me so many supporting voices. 私たちは this situation. その声もバックに、それから県外や世界の支援をする皆さんの声もバックに、それからもう一つ、私が今羽織っているジュゴンのマント、今ジュゴンが私を助けてほしいと叫んでおります。私たちの住処を奪わないでほしい。Please don't take away our homeland. That is a cry of そこからそういうふうに叫んでいるのが聞こえてくるようであります。 It seems that I can hear their voices. 絶対に守りましょう。 So let's 絶対に、そして建設は止めましょう。 Let's stop the construction. それから最後に、 And lastly,絶対に今年はあの人にいい正月を迎えさせるようなことはさせないように、みんなで辺野古に力を合わせる。11月にもまたもう一度力を合わせる。その前に名護市の議会議員の選挙もあります。まずは地元をしっかりと固めて、そして県知事選に流れを作っていく。お互いが求める未来は私たちがしか作れません。あなたとあなたとあなたと私たち、できるのは私たちウンジュナーです。頑張りましょうね。私も皆さんの声援をバックに地元で頑張ります。ありがとうございます。地元を代表して今日集まりの皆さんに感謝と敬意を表したいと思います。一平二平デビュー、リプレゼンティングザローカルポピュレーション。南米訪問の力も時差ボケも吹っ飛ばして皆様に力強いご挨拶を申し上げました。稲見で住む中市長、どうぞまた引き続き先頭に立って私たちを奮い立たせていただきたい。このように行政もしお願いもし、また我々も支えていきたい、こう思います。皆さん大きな口で答えてください。ありがとうございます。頑張ってまいりたいと思います。先ほ